こんにちは、メイランでーす。今回は11月の運勢を星座ごとに占ってみました。タロットでの11月の運勢はもうすでに動画に載せてありますので、そちらも合わせてチェックしていただけると嬉しいです。そして、占星術の占いはこういった大衆的な占いよりも個人での鑑定だとより細かく占うことができますので、私に占星術で、個人鑑定をしてもらいたいという方は概要欄の方ぜひチェックしてみてください。お待ちしております。そしてこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。はい、ということで、星座ごとの運勢を占っていきます。では、おしずさんから説明していきます。おしずさんは、11月の最初は、直感に従って、やりたいと思うことをやっていくようにしてみましょう。もともと持っている、あなたのおしずの性質と、今いる双子座の火星が強く働いて、行動力のある1ヶ月になるでしょう。そして、11月の後半は、好奇心旺盛な気持ちが強くなりますので、やりたいと思う気持ちと、挑戦したいと思う気持ちが、さらに強くなっていきます。特に11月の後半は、何か挑戦したいと思うことがあるなら、行動してみると、より良くなっていきます。では、牡牛座さんの運勢です。牡牛座さんは、良くも悪くも人付き合いが増える1ヶ月になります。お金も散財しやすくなるので注意した方が良いでしょう。単なる付き合いでお金を使うこともあるので、計画性を持ってお金のやりくりをしていってくださいね。特に牡牛座さんは水瓶座さんと獅子座さんが喧嘩しやすい時期になってくるので、この1ヶ月は注意して過ごしてみてくださいね。そして双子座さんの運勢です。双子座さんは11月の半ばまで日常生活をいつもと変わらず平穏に過ごせるみたいですが、突然忙しくなったり、仕事でも責任感ある仕事を任せられるでしょう。今滞在している双子座の火星は、怒り、瞬発力、スピードを表していますが、その真反対の射手座に惑星が入ってきますので、感情のコントロールに気をつける1ヶ月にしてみてくださいね。次に蟹座さんの運勢です。蟹座さんは純愛な恋愛ができるかもしれません。積極的に出会いの場に行くと良いでしょう。ご自身が好きだと思える人に出会えるかもしれません。ですが、11月の後半から仕事や学問で忙しくなってきます。遊びの予定を入れたい人や恋愛したいという人は、11月の前半に予定を組み込むといいかもしれないですね。そして、獅子座さんです。獅子座さんは、11月の最初は、家族や大切な仲間と衝突しやすいので、注意した方が良いでしょう。特に獅子座さんにとって、牡牛座さんとさそり座さんは、一度喧嘩になると、歯止めが効かなくなってしまって、お互い頑固になりやすいので、話し方にも注意した方が良さそうです。そして相手にも求めすぎないような態度で接した方がトラブルを回避できると思います。次に乙女座さんです。乙女座さんは11月の前半は人が嫌だと思うようなことに対して率先して動くことができたり、一般受けしないような行動を取りやすいのですが、かえってそれが信頼関係に結びついていきます。そして11月は
物事を深く考えられる時期でもありますので、一生懸命お仕事をしたり勉強を頑張っていくと、あなたのスキルが磨き上げられる1ヶ月になります。次に天秤座さんです。天秤座さんは特に金運のある1ヶ月になるでしょう。へそくりが見つかったり、思わず助成金がもらえたりなど、見えないお金が動き出します。仕事ではなんとなくいい仕事がもらえたり、感覚でお仕事をすると効率が上がっていきます。11月は運があるのと偶然性に助けられるので、ラッキーに過ごすことができます。ではサソリ座さんです。サソリ座さんはプライベートなことを両立しようと思うと忙しくなってしまう1ヶ月になるみたいです。でもあなたがやりたいと思うことを熱く語っていると、説得力が増してみんなが動いてくれるみたいです。普段言えない思いをみんなに伝えていくようにしてみてくださいね。あなたの魅力がどんどん伝わっていきます。あなたの人物像が見えてきて、絆も深くなっていくと思います。次に射手座さんです。射手座さんは感情表現が豊かになる1ヶ月になるみたいです。11月の後半から射手座に惑星が入ってくるので、前半までモヤモヤしていた気持ちがあるなら、後半になるとすっきり晴れてくるかもしれないですね。心の中で考えていたことを実際に行動に移すことができるので、挑戦できる時期にもなるかもしれません。11月の後半からあなたらしさ全開で過ごすことができるので、それまでは考えすぎなくてもいいかもしれないですね。ではヤギ座さんです。ヤギ座さんは恋愛でちょっとしたモテ期がやってくるかもしれません。人から好かれる星の配置をしているので、フラットに人と関わっていくようにしてみましょう。でも秘密の関係性ができたり、公にはできないお悩みができてしまいそうです。日常生活のお部屋にイライラしてしまう火星が滞在していることもあるので、ストレスをなるべく溜め込まない1ヶ月にしてみてくださいね。次に水瓶座さんです。水瓶座さんは自分の思い通りにいかなかったり、自分のやりたいことができなかったり、仕事でも反対されることがあるので衝突しやすい時期に来ています。特に水瓶座さんは獅子座さんと牡牛座さんとで喧嘩になりやすいので、注意した方が良いでしょう。なるべく譲れる気持ちがあると人間関係の煩わしさから解放されると思います。最後に魚座さんです。魚座さんは11月後半になるに従って安心できなくなってしまう出来事があるみたいです。一人でいたがったり、お家でいたいのに行動しなければならない出来事がやってきます。特にお仕事が忙しくなってきます。なるべく早く先手を打った方がいいと思うので、11月前半に予定を組み込むようにしてみてくださいね。はい、では皆さんいかがだったでしょうか。こういった大衆向けの星座の占いは太陽を基準とした占いなので、個人鑑定ではもっと細かく見れるところがたくさんございますので、私に個人鑑定をしてもらいたいという方はぜひ概要欄の方をチェックしてみてください。ということで次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。